はい、始まりました。隣のサイトはどんなんだろう。第5弾、今回は和歌山県橋本にあるまだ何もないキャンプ場にお邪魔しております。こんな感じのだだっぴろーいキャンプ場です。めちゃくちゃ広いです。じゃあ早速サイトの方見せてもらおうと思います。若干感銘だ。今日はどんなサイトに出会えるのか楽しみです。行きましょう。第5弾は赤花さん、よろしくお願いします。サイト紹介していきます。パパさんが欲しがってたオリソンじゃないですか、テント。めっちゃかっこいい、このドーム型のテント、めっちゃかっこいいですよね。バックカントリー、なんかこのまたタグがいいんでしょ。これはあの一番新しい形なんですよね。そうです。オリソン のアルティメットっていうやつですね。アルティメット。いや、ドーム型ってなんか結構このレイアウトとか難しいんかなと思ったんですけど。そうですね、まあけど僕の場合もだいたい奥位置欲しいの決まってて、こっちの幅が若干長いんですよ、奥より。なんでコットはもうこっち向きにしないと、まあ、結露がある程度するんで、あの寝袋とか濡れるじゃないですか。はい、だからもうコットはいつもあの向き。でもおのとも奥位置がもう決まってくるみたいな。なるほど。いやでもそうやったら十分ない広さ。十分。でそんなに大きくないんで、ストーブとかつけたら速攻あったまるんで、めちゃめちゃあったかくなるんで、冬でも中もめちゃくちゃ暑なるんで。じゃあもう開けっぱなしでストーブしててもあったかい。結構あったかいですね。天井もそんなに高くないんでね、熱しかすぐこもるんで。あ、じゃあこもった時はあそこビーって開けたら。開けたりとか、でまあメッシュが前後についてるんで、上の部分だけメッシュ、あのちょっと開けてメッシュにちょっとだけするとかできるんで。いろいろ使えるテントですね。中に入った感じはどうですか。いや、こういうあのソロキャンプしてみたい。ただモニグロとは違う。モニグロと全然違う。なんかかっこいいもん。かっこいい。急にスタイル変わった。変わった。で1個早速気になったギアがあるんで、ちょっと、はい、こちらキャンピングムーンのこの、スマートスタンド。スマートスタンド、これだって高さがやっぱ下やったら低かったやん今まで。でもこれのおかげでちょうどいい高さで。だから前に、あの友達とキャンプした時に、友達が使ってたんですよ。でたまたまそれ見て、その友達は、まあ、椅子座りながらあのマルチグリドルあるじゃないですか。 はい、あれを乗してバッてやってめっちゃいいやんと思って、すごいもうジャストな高さやし、すげえやりやすい。あれテーブルに置いたら邪魔でしょ、言ったら邪魔、でかいから、33センチやったら、ここに置いてやったらテーブルも邪魔なれへんし、安定というか。でこれをつけたら安定するんですよ。ああ、これがなかったらごとくで、あのちょっと安定し悪いんで、これをつけて、やったらマルチグリドル使うのにすごくやりやすい。なるほど、わ、これめっちゃいいな。これはもうすぐ欲しいと思う。すぐポチる。名前も聞いてから大丈夫。スマートスタンド、スマートスタンド。いや、かっこいい。これはもうかっこいいし、使い勝手いいし、最高のギアやと思う。はい、じゃあ次ミニマルワークスのこの S サイズの
これ何やったっけなんて言うやったっけ、インディアンハンガーや、あインディアンハンガーなんかそんな名前ですね。そんな感じですね、はい、ソロに持ってこいのサイズじゃない。そうです ね、 ねずっと M 使ってたんですけど、うん、このテントやったら中に入れたらちょっと邪魔やし、あ確かに。でブルキャンで集まったりとかするときもこれやったらパッと持っていきやすいとか、あと、まあ、ハンモックするんでハンモックの時とかにちょうどいい、あ荷物少なくしたいんで、その時はちょうどいいかなとか、まあ、必要最低限ぶら下げれるし、うん、確かに。なんか S サイズってどうなんて思ってなんか全然意識してなかったんけど、実際こうやって使ってるとこ見たらめっちゃいいやと思ってんけど、だからやっぱこういうドーム型やったりとかソロなんやったらめっちゃいい、まあ、これで全然いけ、ね、全然いけますね。いいサイズ、うん、これあれですか、ワークマンでももう焚き火で、いや普通に、はい、なんかまあ、ワークマンいろいろ革手とか売ってるじゃないですか、そこ、まあ、普通の革手とかバーって並んでるところにたまたまあって、黒あると思ってワークマンにと思って、いや黒珍しい。今まで普通に黄色の、コストコで買った革手みたいなの使ってたんですけど、で黒欲しいなと思ってた時にたまたまワークマン寄った時にあって黒ある、すごい、これは買いやな。私買いますいやすごい、1600円ぐらいやったと思います。へー、はい、ワークマンもたまに行かなダメですね。そうですねであとこの焚き火トングのここかっこいいなパパさんずっとなんか気になっとった持ち手じゃない。そうですね、黒が好きなんですなんか結構趣味一緒じゃない。黒は、まあ、もうマジで全部真似したいぐらいすごいかっこいい。こういうのは小物が入ってるんですか。これは普通にカトラリー系ですね、うん、あはいはいはい、あほんまや、これとで、まあ、これは氷用にいつも使ってる。あ、氷用と、はい、こっち料理するように使ってて、でこっちは開けてるんですね。そうですね、こっちはもう氷用にしてます。なんとなくなんとなく氷用にしてる感じですえ、ここの黒はこれはいや、もともとえ、黒なんですか。フッ素バージョンみたいな感じで売ってるやつですね。あ、そうなんですね、はい、知らなかったあとまあ、まあ、それ料理用とあと箸置き、ほう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 、で、まあ、ここら辺は全部同じシリーズなんですけど、うんうんうん、あほんまや、まあ、ここら辺も一緒ですね、うんうん、すごい統一感。あとナイフ、あコピネル の、 ナンバーナイン、わあほんまや、かっこいいのグリップですね、はいはいはい、でここの部分をと同じ感じで箸置きですね。はいはいはい、なるほど、うん、あとまあ普通に、まあ、こういう布とか入れてる感じ。いや小物まで全部おしゃれやねんけど細部まで、 そうです。なんかこれなんかこれが、うん、こうグーッといったらなんかこれだけ取り外してきてなんか、なんかまた使えるみたいななんかは書いてたと思うんですけど、ほいほい、まあ僕は普通にそんなやってないですけどであとなんかここ栓抜きになるのかな、これが、あ確か、へピュッと取れてカチャン栓抜きになるよみたいな、ほい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 、おーすごい。でここに、ね、ノースフェイスの刻印入ってるのがかっこいいなと思って、あ確かに自己満で買いましたこれはへーかっこいい、ノースフェイスか、はい、まあとは普通にあシェラカップ、シェラカップがなんか適当に入ってる感じです、ね、おいやすごい、こんなちっちゃいのにこんなにかけれるではい、以上でした。ミニマルワークスハンガーじゃあ続きまして、なんかテーブル周りがめっちゃかっこいいからちょっと一個一個聞いていこうかな。まず一番衝撃的やったこの脳みその形のねえ、これ一応シェードになるんですか。テーブルじゃないですよね、まあ、まあちょっとしたもん置いたりとか、まあ、なんかするもんです
ですね、まあ、何に使うかはその人次第みたいなところがありますけどはいはい、はい、で光がすごい、そうですね、分散される、そうですね、アクリルなんですけど、まあ、単面発光がする、まあ、ちょっと今中で今日も天気もちょっと曇ってるんであれですけど、晴れてたらもうあの普通に単面発光するんで、横からめっちゃ光が、あ、上から吸収して横からバッて出るんで、もうすごい光る。でこちらはうちも持ってる、ああアポシェードです。かっこいい、これはいつも使ってるやつです。でこれがちょっと衝撃的なシェード。これはゴールゼロ専用ですか？そうですね、一応、はい、このここの中の外径が、はいはい、このフックのところもザグってて、ちょうどこういう風に、あ、ほんとや、ここにね、はい、ほう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 、で上からかぶして、ここのフックのところがカチャッとはまるような形になる。すごい、なんかこのギザギザのシェードって新しいなって思った。まあ黒なんで、うん、まあ統一できるかなっていう。はい、昼間は多分そんなに分かんない。いやでもいい感じ、黒やけどなんかこのテントっぽい感じしますね。そうそう、なんかこのテントと似たような、はい、はい、まあ、夜真っ暗なところで撮ったらまあまあ綺麗、うんうん、綺麗。その足は、あ、この足はね2000円ぐらいで買った、なんか、これも Amazon で2000円しなかったですね、これは1800円ぐらいやった、で、これ面白いのがね、ここの回転で足の角度が決まるんですよ。こうギザギザになってるでしょ、はい、はいはい、一回閉じて回して、そうですね、ちょっとこう、足の角度がで、あ、で、さらに次こうなって、で最後は何に使うねんって、この状態よく分かんない状態ですけど、低いとこに置きたい時は、はい、なんでまあ僕いつもこの一番角度きついやつでこうしてやってますけ ど、まあ、この黒のドリアンをかぶせたいから、まあ、黒のこれを買ったみたいな感じなんですけど、これゴールゼロに、あ、こういうことか、はい、ここにかぱってゼロキャップつけて、はい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 、4分の1のネジかなんかかな、あ、ついてるんでそれでやって、あ、なるほど、はい、ちなみにテーブルは、え、あ、テーブルはこれはホールアースの、テーブルにスピナッチのテーブルサイドフレームっていうパーツをカスタムでつけてる感じですね。これにすると、まあ結構便利、あのエッジスタンドとかもあのクランプでこう挟まんでいけるんで、はい、穴が開いてるんで、はい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 、でそのままぶっ刺して下からネジを締めたらいける。あ、だからクランプ線でいいんで、なるほど、うん、あれ結構クランプこう緩んだりとかして、なんかこう角度とかもめんどくさいし場所も選ぶから、はい、これがすごい楽ですね、めっちゃいいな、うん、あと、まあ、まあ真鍮の棒が入ってて、うん、で真鍮ってくすんでくるんで、はい、取り外し可能な、こうネジで緩めたらポコンと外れる仕様になってますけど、まあ、磨けるようにステンレスの棒に変えたりとか黒い棒に変えたりとかしたい人は自分で変えてもらったらっていうような感じで、なるほどですね、すごい考えられてる、へえ、でまあちょうどこれがスポットがはまる感じに、この棒の動くのこのリブタっていうところがカクッとはまるような感じ。おー、すごい、これターボライターですか？はい、これスティックターボですね。へー、にスティックターボ用のステッカーを貼ってる。かっこいい。スティックターボかっこいい。迷うじゃないですか。それからこの遊ぶのやつ買おうって言ったら、あー、そうですね、そうですね。それ見せられたらスティックターボか。まあもうこれも結局カスタムしたしたらね、もうすごいことになるじゃないですか。まあ僕はもうステッカー貼って
でここの赤いポッチが嫌やったんで、ここはグレーに変え、はい、あの自分で色を塗って、おでちょっとハゲてきてますけど、でこのバレルの部分を37キャンプだかな、のこの黒のバレルに変えてるだけ、まあ、シンプルな感じですけど、でやってます。すごいな。ちょっとここのがね、このあのテーブルサイドストレージ、はいはいはい、手で残すの、はい、これがちょうどつけれるぐらいのなってるんで、結構、まあ、ここに携帯入れたりとかなんじゃかんじゃ、ウエットティッシュ入れたりとか、あおほんまやして使って、めっちゃいい。じゃあ第5回隣のサイトはどんなだろう。赤花さんでした。すごいやばいサイト見てもうたなじゃああれやね、次は第6弾、皆さんお楽しみに。赤花さんでした。ありがとうございました